名古屋周辺ではこの後帰宅時間から夜にかけて一時的に激しく雨の降るタイミングが出てきそうです。それでは現在状況を見ていきたいと思いますけれども、こちらの方は17時10分までに皆さんからいただいている天気のリポートになります。こちら見ると現在愛知から岐阜にかけてやや強めの雨のリポートが届いているといった状況になっています。台風の方は兵庫県にあるわけですけども、この後北上してきます。そうなってきますと、こちら伊勢湾の方からぐっと名古屋市周辺を通るような形で、湿った空気がさらに強く入ってくるといった状況とどうもなりそうです。今後の雨の様子、17時以降見ていきたいと思いますけども、愛知県内から岐阜県内、名古屋周辺では時折ですね、激しい雨を降らせる雨雲の方が通過するといった状況となりますので、この後突然の強い雨、激しい雨には注意をしていただきたいと思います。以上、名古屋市周辺のこの後の強い雨についてお伝えしました。なお、ウェザーニュースライブではこの後も台風情報及び防災気象情報について随時お伝えしていきます。チャンネル登録をしていただき、減災防災に役立ててください。